僕の扉を開けて少しだけ涙を散らしてさよならと僕が書いた卒業証書を抱いて檻からの風に少し心の代わりに髪揺らして、ありがとうと一言、僕の手のひらに指で君が書いた記念写真、君の細い指先に不似合いなマニキュア、お化粧はおよしと思えばいらぬおせっかい、巡り合う花びらの中、他の誰よりも綺麗だったよ、別れゆく時も花びらの中、君は最後まで優しかった、というわけで、飛び梅、それから梅雨の後先と2曲続けて聴いていただいたわけでございます。なんだかんだ言ってる間にですね、もう時間がやってきまして、この辺でお別れということになるんでございますが、
今年はですね、僕もいろいろ考えてるんです。例えば去年ね、ちょっと目立ちすぎだとかいろいろみんなに言われたんで、今年はシーンとして、それでなるべく体を休めましてですね、日本中旅行したいですね。もうあっちこっち行って、あっちこっちの歌を作ってみたいなと、今年はね、そういうふうに思ってるんです。まあレコードは出たばっかりということで、次のレコードの話というのもここで、できないことなんですが、また機会がありましたらね、ぜひこちらにも呼んでいただきまして、また皆さんとお会いしたいなと、こういうふうに思うわけでございます。本当に今日はどうも長い間聞いていただきまして、本当にありがとうございました。今日は僕一人でなくて、一緒にいつもステージをやってくれているサーカスというグループ一緒にやってくれました。それから渡辺俊之君も今日はキーボードで参加してくれました。本当に皆さんどうも長い間ありがとうございました。それじゃあ、一番最後に、僕のアルバム、一番新しいアルバムです、アンソロジーというアルバムの中から、主人公という歌を聴いていただこうと思います。どうも本当にありがとう。さようなら。